お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちら、バオガです。まあ、今回もかな。はい。今日の1本目のやつも、ババコを使ってできないんですけど、まあ、この2本目もね、まあ、ババコやってなわけで、ババコやスケラのフリーズの、スペルがまさかの、その、ヤーメウッドが2枚っていう、そのね、これが基本どっちか 1枚とかなんですけど、いつも。まあ珍しく2枚っていうのでね、まあマルチ向きなデッキ、じゃあデッキかな。はい。まあまあまあ、そんなわけでやっていくんですけど、これね、適度になんかマルチで、なんか結構今、グローバル一桁かな、なんかいたんすよ。だから、その辺から引っ張ってきましたね。はい。パクって言いましたね。はい。というわけで、よいしょ。とりあえず、まあ、時代のアーチャーが入ってるスケラデッキのフリーズなんですけど、で、まあ、ヤーメウッドっていうので、その30種とか来ても、ね、ガゴムレとかが基本多いから、ガゴムレにヤーメで、ギャンクにウッドとかで、まあ、30種にもあとバルキリーもあるしね、なんとかなるかな、ちゅうかな、ところですね。よいしょ。で、これはもうね、あっちゃうって、これでもスケラでいいですね。で、これ痛いから一応映して。おーおーおお、違う、聞いてない。本当はヤナーメとかフリーズしたいんですけど。あ、これさてはあれですね。相手もスケラフリーズ。てなわけで、スケフリ対決だから、むずいんすね。けど、むずいんすけど、お互いやっぱアーチャーが入ってるのと、まあ、僕、ヤーメウッドあるから、結構処理ができるかな。スケラーに対して、そう、処理できるかなっていうのありますね。アーチャー見心のテスラかな。多分テスラのヤーメフリーズだと思うんですけどね。これは使わないですね、一回。多分テスラのヤーメフリーズ。これどっち行くかな。こっちだな。こっちやっぱ延命して、あ、これ、これ出た。これね、多分ヤナメとか打たないとやばいんですよ。打ってもやばいかも。で、これ、ウッド打ちたい、ウッド打ちたいけど、いいや。これも許容して、攻めですね。やばい。これ多分、待って、ヤナメとか打たれると泣きたい。あ、でもいいや。あ、じゃあ処理して。待って、1体のスケルトン、これ、神じゃね？あ、落ちた。オッケーイ。よいしょー。さあ。まあ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 。いい感じですね。これ、僕の。スタンプたち、このピースがお気に入りですね。でマスケラババが後ろ置いとけばなんとかなるかな。やばいやばい、それ聞いてない。やば、ジャイスケラフリーズか。全然知らなかった。そんな、あ、でも言うてそんな怖くないか。いや痛いな、痛い。いや、オッケー。これでいったらだって勝ちやね。30秒やね。で、あれがちょっとお邪魔虫だね。これだるいな。これ多分あれだな。今左を攻めた方が良かったな。これやばい。こうスケラー撃たれて、だって、ほぼ角で落ちちゃうみたいなとこあるな。こっちよし。で、これ溶かしつつアーチャー。で、これ絶対アーチャーにフリーズされるから。なんとか乗り切ってくれ。なんとか乗り切ってくれ。いける。君の、ああ！まあまあまあ、言うてここで攻めですね。ここの攻めで持っていきたいですね。よいしょ。で、これ、ギャングとか来るから、そう。とりあえず、気持ちが斜めで、オッケー！神じゃね？位置がいいですね。相手のデッキか。ジャイスケラの、今までなんかヤーメザップとかあったんですけど、フリーズ初ですね。ジャイスケラのフリーズ、アーチャー。しかもフリーズ11だ。やばいな。よくやるわ。よくやりますね、それは。結局フリーズ強いから、ああ、タケキさんだ、よろしく。さあ、王冠スタンプとゴーストスタンプと、ああ、やっちゃいますか。さあ、てなわけで、まあ、ホグかな。タケキさんはホグがめちゃんこうまい方だから、ホグだと思うけど、わかんないな。あんちゃんわかんない。ああ、じゃあ、枯渇使ってるわ。まあ、シーズンまだ序盤ですからね。いや、厄介やから、厄介やな。復活は厄介ですね。まあいいや。
でも、あ、復活厄介って言いつつ、ガンメタぐらいあったわ。ガンメタ並みに相性よかった。これ、バーバリアンが、あー、もうね、これで、美味しい。で、プリンスもバーバリアンでなんとかなるし、もうバレルと吹き矢にウッドヤーメだから、これ出てくれるよね、バーバリアン。オッケー。これやばいぐらい相性いいですね。このバルキリーで受けて、小屋を延命ですね。で、フリーズは使ってもいいけど、いや、一回待ってもいいな。まだギャングとかいるし。あ、でもギャングも怖くないんだ。もう、フリーズで。やばい。そのタイミングがうまいですね。けど、相性良きの前ですね。これだってもうこれね、フリースケラでフリーズしてまえば、あれで吹き矢が多分回ってないから、これでもう、ほぼほぼゴブリンとかがミリ残りになるから、これ、ヤラム打って、OK。これ、アーチャー一発やばいね。130ぐらいあるんですよね、この子。マジで。アーチャー一発が130とかでぶっ壊れてるんですよね、ただただ。よいしょ。これ多分ウッドいらないっすね。OK。よし、マルキリーも強いっすね。お、GG ですね。これは、やばい、もう10-0の相性っていうやつ。やばいな、この、まあ、デッキが、結構いいデッキですね。これでも多分、やばい。これも、まあ遊んでますね。遊んでる、これ遊んでる。よいしょ。これでも、しかもフリーズもダメージついたから、フリーズだけで140ぐらいダメージ入るんですからね。これだ。そう。146。やばいな。それも良くない。これも嫌な目で処理して、もう最後攻めてしまえば。てかまあこれは怖くないですね。やらめとウッドあるから。グッドゲーム。まあ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 。相性いいですね。でまあ弱点的にはな、なんだろうな。ババコガだからやっぱバルーンとかが結構きつめ。あとは、なんだろう。普通にあれか、スケラ対決とかなった時に、相手がボーラーベビドラのとか、ボーラーベビドラアイスウィズのスケラとかだと、超きついかな。あとは、なんだろうな。言うて、ジャイゴレラバとか、あ、ラバ、違う。ジャイゴレは結構いけると思うから、また、まあ、なんとかなるかな、とは思いますけど。あ、三振だ。普通にエリポンの、うまい三振には多分勝てないですね。これでも、フリーズ来たらやらめ。構えて、え、言っていいな、フリーズ来てないけど打つか。まあ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 。さては、またスケラフリーズ漂う種、パないですね、これは。来ますね。あれ全然違うやん。あ、待って。最悪。やった。これ待って。これよくあるんですよね、ババコガの1、事故。これね、もう一個上だったら、今のこのババコガの2000のダメージ、3000か。2500ぐらいか、一発も入ってないですから。いやー、マジでな、やったわ。でも、今、コウモリとか使ったから、ここで攻めます。でも、フリーズして一気に落としたい。攻めます。もう攻めちゃいます。で、どうにかダメージ与えたい。あー。やばい。これはシャシャったぞ。あ、で、ガゴと、コウモリと、なんだこれ。スケラもあったよね。え、小ジョババとスケラだったよね、相手。なんか相手のデッキが、やばないですか。小ジョババ、え、スケラあったよね。あったよね。あったね。まあでも、こっからですね、多分スケフリが刺さると思うんですよね。ペッカ工場のスケラってやばいっすね。めっちゃやばいっすよね。普通に。やば、相手。やば、適当すぎん？さすがにそれ適当すぎん、相手。これ多分、ほぼ無視でいい。許容からの来た。あ、でもコウモリがいんのか。コ
小物が多いんすよね相手。出た出た出た、ペッカ受け。いやだ、まだ参る、まだ参る。おお、ヤラムザップ。これコウモリかガゴにヤラム打って OK。 ラストスケフリでやばいな、これ相手回転早いな、回転早い、回転早い。俺も攻めたい。いやー、めっちゃうんこ止めてくるやん。いやこれ無理だな、小物が相手めっちゃ多い。いや、あー、いやー、これは待って、本当にただのミスで終わったっていうやつね、もったいない、これもっちゃもったいない。ペッカ工場のスケラか、なんか攻めで相手がもう攻めしか考えてないデッキするんだってこれね。いやー、もったいないな、これはマジで勝てましたね。まあもったいないな、ただのミスでした。はい、まあ、申し訳ないな、申し訳ないですけど、まあ正直あの今日のあれ1本目でも言ったか、これ2本目なんですけど、1本目もババコヤ使ってる動画なんでね、あのぜひ見てもらいたいんですけど、結局ババコヤがすごいまだまだ強いかなっていうのを思いまして、まあババコヤとアーチャー使っとけばなんだかなるかなというやつですね。はい、てなわけでまた多分動画ババコヤが増えるかもなんですけどね、こいつ僕めちゃくちゃ大好きなんでそこは勘弁してほしいなと思いますね。はい、というわけで終わりたいと思います。よければね、1本目の動画を、いや、はい、動画を見たり、あとチャンネル登録高評価などお願いします。はい、というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。